久しぶりだな、春日。ねえ、そちらのことは伺ってます。蒼天堀で警備会社を立ち上げたとか。ああ、極道やったもんが急に組織を解散させられて行き場なくしとるんや。それを見越して下準備だけは整えとった。本来なら荒川さんも手伝ってくれるつもりでいた。はい、俺もそう聞いてました。そしたらお前もどないや、春日。お前の親父さんのやり残した仕事や。大阪に来てそいつを手伝ったらええ。島野の狂犬ってな、思ったより随分まっとうなこと言うんすね。今日だけはな、その反動で明日から100倍暴れてるわ。せっかくのお誘いですが、俺の居場所はこの偉人町です。俺が来てからこっち、カムロ町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。けど俺はまだその恩を一つも返せちゃいません。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは、偉人町も蒼天堀と一緒です。だからおやっさんのやり残した仕事はここでもやれるって俺は思ってます。そうか。なるほどな。おやさん、わか、待って、あれなんだよ、みんなお揃いで。いや、ナンバが心配してたからさ。春日くんが元登場会にスカウトされちゃうかもって。だが、それは言うなって言ったよな。で、どうなったんだいその話は。あんた、この町を出てくのかい。さっちゃん、代わりに言っといてくれ。何度もシラフで言えるかよ、あんなこと。あのね、ほう、そんなこっぱずかしいこと。本当にそんな風に言ったのか、あいつ。春日さんらしいではありませんか。よ、もしかしてそのかけがえのない仲間たちって俺らのことか。もちろん私も入ってんだろうね。Thank you.
底まで行きゃ、あとは上しか行く道がねえ。どん底から見える景色ってな、真っ暗じゃねえ。地に足つけて上を見上げるや、希望で輝いてんだ。あんたの言う通りですよ、若。